高尾フ風図東京国立博物館像国宝、加の秀よりは、16世紀日本の室町時代から安土、桃山時代にかけて活躍した、仮の葉の絵師。加野元の元信の次男、あるいはその子供。現在は、秀よりと呼ばれるが、当時は、末よりまたは、末よりと呼んだようだ。近世初期風俗画の最も早い時期の名品。 高尾勘プーズ病部の作者として知られる。秀頼印を押す作品がいくつか残っているが、その人物像については、謎が多い。かの元信の次男、上信秀頼のことで、元信に先立って死去したという説と、元信の孫で、上信の子、新笑い秀政と同一人物とする説がある。 どちらが正しいか決めがたいが、新名図学には、永六十二年の年があり、元の部没後も活躍したことがわかる。この図学には、仮の事部所有と署名しているが、これと、同年、かの松江が、五福島神社に奉納した絵まで名乗った、民部進むを、簡易総投票で比べると、前者が、15位下、後者が、16位下、または、正6位下で、松江より、 好意なことから、近年、元信次男とし元信の,の死後も生存していたとする説が強まっている。1534年当時江戸頃で15世紀末から、代々江仏氏を務めていた本郷家に養子となり、その職務を継いだ。しかし、1546年12月に、未だ幼少の息子、千千代丸に早くも、江仏氏職を譲っている。 こうした不可解な行動には、父、元信の,の意向が強く現れていると考えられる。秀頼が、養子入りした当時、かの家は元信をはじめ、元信の,の弟、野し元信長男、宗信、元信三男、松江と男子に不足なく、秀頼を養子に出す余裕もあった。ところが、のと後継者の宗信を相次いでなくて一門は、 若年の松江のみ残った上に、元信には、大阪、石山本願寺における、障壁画制作という大仕事が控えていた。そこで元信は、自身や、未だ経験不足の松江を補佐するために、千千丸に家督を譲って、秀頼を隠居とすることで、仮の本家に呼び戻そうとしたと考えられる。しかし、 こうしたか野家本位のこの行動には、本郷家や、当時側から反発があったらしく、右与曲折あった後、結局戦地よ丸は、当時へ物資を告げなかった。時継ぐ狂気、天正4年8月17日上に、仮の自部入道が、座敷の絵を描いたとあり、この頃には停発していたようだ。本庁外院には大絵が多く、 画風は元信に似ていたという。画工部略の仮の画家の形図では、信正秀頼の行年を61歳としている。上信秀頼、新笑い秀正両将秀行、元年秀信春節信行と続く。元春秋信は、慶長年間に、徳川家康に、お目見えし、御用絵師、表衛師山下家を建てる。 信行の嫡男、梅久志と信は、病心のためをとうと春江宮騎心に家督を譲り、自身は、明和三年にお目見えし、深川水場へを別家し、両家は幕末まで続いた。信行の門人、春子元臣も、稲荷橋屋を起こすが、春子の子春がただのは、寛延三年日光東将軍修理の際、宮川長春一門と人情事件を起こして、 断絶した。ありがとうございます。